はい、本日はこのすごいでしょ、この人数でラジオ収録しました。なんでって感じかもしれないんだけど、今日はね、まあ先に言うと放送がですね2月なんです。2月の19と26 2月の2週と3週違う3週と4週にわたって越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン月曜日の9時月9なんですけども、リスンラジオでお楽しみいただけるんですが、なぜこのメンバーかっていうのは、それは日頃目に見えないものとか大切にされてる方、それが共通点で、そういうお話をいろいろな分野からねさせていただきましたってことで、簡単に自己紹介と一言お願いいたします。はい、能管師の斉藤敦子、はい、母です。次女です。どうでした、ゴキブリの話はしなかったですね。ゴキブリの話は見てからのお楽しみです。聞いてからですね。話してないじゃない。ラジオですごいね、すごい話して、ゴキブリの話はしてないよね。ないかも、るかもしれない。してないかもしれない。知れない。聞いてからのお楽しみです。うんうんうん、そうなんです。ね、能管師だから日頃普段聞けないお話もね、かなりなかなかねお外で、まあ、聞けないお話が、うん、はい、なんですよ。ぜひ、はい、ですね、聞いてほしいなと思いますね。はい。そして。はい、ライトランゲージヒーラーボルテックスガイドのキミネコです、うん、とってもいいお話が聞けました、ねね、はい、とても楽しかったです、うん、ゴキブリの話もいいかな、うん、こんだけ振っといてゴキブリの話が全然出ないとかちょろっとだけだったね、楽しみに見てください、うん、今最初になんか、うん、また違う言葉が出てきましたけど、もう一回、ライトランゲージヒーラーですか。ライトランゲージって何ですか。宇宙語のことです。はい、宇宙語の、宇宙語で自己紹介するとどうなります。ちょっと宇宙語はちょっとここではダメなんですね。 NG に入っちゃったね。そうか、こう、上から降りてこなきゃいけないです、ね、そうなんです、そうなんです。ちょっとまだそこまでの域にはしてないので。なるほど、そうでした。はい、宇宙語チャンネルがありますので、うん、YouTube でそちらでぜひあのヒーリング動画になっておりますので、うん、見てください。見ます、見ます。で、キミネコさんは、はい、さっちゃんのラジオの1週目のコーナーを担当されてます、うんうん、はい、ぜひキミネコのミラクルフェアリーテールですね。そうです、はい、はい、聞いてください。ぜひそちらの方も一応あの覚えておいていただけたらと思います、はい、そしてはい、レフリーのガンダーラ鈴木でございます。ガンダーラジオガンダーラッキー。はい、なんかいつもと違うレフリーシャツ。これあの、はい、あのバンコクの友人が、作ってくれました。あのもう生地が全然、生地が何、あのレフリーじゃなくてこれワイシャツの生地なんですけど、ワイシャツ、この辺もちょっとバンコククオリティっていうか、しかもここのあの閉じるところ、このマジックテープ、すっごいあの安っぽいですよ。何、これ介護用ですか、これ。これでマジックテープ、これがもっと開けば介護っぽい、うん、介護っぽいですか、前開き、はい、前開きで、はい、ちょっとあの、これで閉じてるという、まあ、あの世界に一つしかない、はい、オリジナルなんですか。はい、あの、うん、タイ式西和風レフリングです、うん、はい、タイ式和風レフリング、うんうん、まあまあよくわかんないですね、和風なのかタイ式なのか、はい、まあ、そんなような、あ、アジアレフリーです、うん、はい、何言ってんだ。でも、はい、普段はさ、あの、はい、大仁田さんのところのレフリーとかもされて、電流爆破デスマッチやらせていただきました、はい、やったりされてますよね。やってます、はい。でこのレフリーシャツではないですから、当然、あの、そうですね、今度これ機会があればこれでやらせていただきたいな。演日プロですとかまあとかですね、うん、あとこういったラジオ番組とかで、うん、あのまあレフリーシャツじゃなくてナイロンじゃない汗吸わないんですよ。だから本当の試合じゃない時に、うん、電流爆破の時はもうしょうがないですね、水かぶってからやりますから、うん、そうですよね、はい、そうですね、火傷しないように、そうですね、はい、そうなんです、はい、はい、そうで、このメンバーで本当ご飯も食べてる時からも盛り上がって、うん、ラジオでもいろいろね、うん、だって今日みんな初めましてですよね、はい、あ、ここはそうです、ここそうなんですよ、うん、あのみんなそうそうですね、うん、でもね、まあ後でちょっと教えて、ここもちょっとつながってるかなみたいな、まあこれはちょっと後でところがあるんです、うん、実はだから人のつながりって不思議かなと、うん、これがご縁ってやつですね、はい、はい、思いますね、はい、なのでぜひ聞いてください。もう一度言います、うん、越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウンは、2月の19と26
2週にわたって不思議体験などあと尊い話もたくさん聞けてますので、うん、ぜひチャンネルは越谷 FM リスンラジオというアプリをダウンロードしていただいて月曜日の9時聞いていただければなと思います。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。それではそうだ締め あのリングアナウンサー風にこう最後こう最後難しいから最後難しいですね。最初しかやらないから、うん、リングアナ風に最後を締めるってどういうことですかね。いいですね。じゃあワンツースリー、あそれでいきましょうか。あ、はい、あのいろいろね最後、うん、あの123だとかファイヤーとかあるんですけど、うん、あのちょっと人のね、うん、あのレジェンドのネタなので、はいはいはい、じゃあワンツースリーで拍手にしましょうか。はい、はい、お願いします。ワンツースリー拍手。